酒やめたってレベルですよ。あ、いいね。うーわ、もうこんにちは、ケイシです。ヤマトです。今回なんですけれども、はい、北海道を代表するキャンプ系フーチューバー昼間夫婦さんから、はい、たくさん海の幸の贈り物をいただきましたので、はい、今回そちらを食べていきたいと思うんですけども、ちょっと僕たち料理ができないということなので、はい、シェフを呼びたいと思います。シェフおーい。お呼びして、うん、これから、はい、料理をしていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。お呼びいただきありがとうございます。いえいえ。さっきまでね、雪中今表示しているようなとんでもない大寒波の中、猛吹雪で雪中キャンプ楽しんできたので、はい、こんな時間になってるんですけども、はい、帰るまでがキャンプです。よし、楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。呼びよう、キャンプちゃん。まずはキャンパイからキャンパイしていきましょう。呼びましょう。グラスでいきますか。この前の新年会で入れたリパブリューのウエストコーストピルスナーがあるので、はい、いただいちゃいましょう。いきましょう。とりあえずグラスを開けていく。いやー、飲んでいきましょう。いいさー、キャラキャラのキャラキャラよ、ね、ずっと飲んでないから酒やめたってレベルですよ。どういうことだよ。いやー、ウエストコースト、とんでもねー。なんか奥に変態カメラマンが映り込んでるんだよ。映ってる、うん、ちょうどいいよ。運転お疲れ様でした。お疲れ様。楽しい2日間ありがとうございます。今日もとことんやっていきましょう。キャンパイ、キャンパイ。よっしゃー。あー、うん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 、消えてた。金太郎出てた。あぶねえ。あぶねえ。よかった今。うお、ピョルックなっちゃった。びっくりした。うわ、この時間いいね。いいね。今さっきまで眠くて腹減ってピーしたいから。三連休やってた。やばいね。今一個打ち合おうか。よし。ガンガン行きましょう。やばい。はい、ありがとうございます。感謝でございます。じゃあ食材出していきましょうか。はい、お願いします。よいしょ、よいしょ。おお、わ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 お、タラバちゃんじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいね。ね、手回り筋子いいの。ハートになった。ハートほんとだ。たまたまだよ。ほんとだ。金玉じゃねえんだよ。無視した、無視した。コンプラケーションです。事故ですよ。あとね、こちら。おい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 。来て、ヤマト君とさ、ちょっと買い物行ったの。うんうん。特に食材買わなくてもいいよねって話したんだけど、うん、半額に目がつられて、はい、めちゃくちゃ調子いいじゃん。半額大好きボーイ。スタートダッシュをこれで切って、その間にやっていきましょう。そうだね、これを解凍しないといけないしね。そうね、うん、でみっちゃんが、うん、今回振る舞ってくれるということなの で、 そうです。最近覚えた簡単なアボカドレシピ、アボカドレシピをやっていきたいと思います。何か分かるかな、これ。なんだ桃屋のマーク、これ簡単なんで、うん、なんですよ、ね、これもじゃ あの前菜で作っていきます。そうだね、このレシピがね、むちゃくちゃ簡単なんですよ。へえ、教えねえよ。とりあえずアボカド切ってきます。ヤマト作ってくれるの。ええ、いや、まあ、作るってことじゃないですけどね。しかも今回大玉、ね、アボカド、いつもの二回りぐらいでかい気がする。買ってるやつ、高いやつ買っちゃいました。前ぐらい違うから普通のやつ。そう、調子良さそうじゃなかったんで、この触った感じ。あー、そっか。なんで今回はこれを。あれ、みっちゃん出てきたじゃん。おい YouTuber だよ。 YouTuber だよ。うまそうなアボカドだ、これは。ね、アボカド揚げきれないと分かんないとこあるからね。そうそう、気持ちフニフニしてるのがいいよ。あの、適度に柔らかいのがいいんだよね。これ結構柔らかかも。ちょいちょいちょい売れですね。ダーボンニュートラルですね。分かってねえだろ。意味を知らせん。SDGですね。マスクのコストですね。
簡単なんですよ、これは。お、簡単とはこれを切ってご飯ですよ。ご飯ですよ。ご飯ですよ。こっからがね、ちょっと待ってね、こっからが難しい。こっからが難しい。こっからが難しい。行く行く行く。なかなか真似できる人はね、一回こうほぐしてて。初めて見たよ。ご飯ですよ。一回ほぐして。よ。もう一回ほぐして。よいしょー。よっしゃー。こういうこと。こういうことです。おりゃ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 。振り絞れ。オーケー。出来上がりましたー。これで。バロー。バロー。バロー。あらす。あらす。アボカドの佃煮のせい。はい。完成しましょう。あるな。これにちょっと添える。ものがあります。あ、これさらにね、さらにさらに視聴者さんにいただいた柚子胡椒。ああ、俺ももらった。美味しいよね。こうして、柚子胡椒、こうしてこれを、まあ、お好みでここつけたりつけなかったりして食べていきましょう。いや、じゃあ食べてみてください。いや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 、おお、アボカドにご飯ですよ。ね、ね、どう、ベトモかかってるんだね。で、しょっぱいんちゃうん。とりあえず、柚子胡椒なし。なしでいいです。いただきます。はい、じゃあ、ドゥッ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 。えぇー、おくそ、はえぇー、はえぇー、もう出た。マジうまいね。いただきましょう。味忘れてるかもしれないな。おたっけ、おたっけ。もう早いでいくね。早いね。震えたのに早すぎて震えてるの見やがった。これはうまいわ。アボカドがうまい。柚子胡椒やった？これからやるよ、柚子胡椒。厳しいからね、ちゃん。そう簡単に。ね、そうだよ。一応ね、うん、職人でやってましたから。うん、味や、それはね。こだわりますよ。くねえ、くねえ、くねえ。レギュス。もうすぐ来るじゃん。すぐ。もう終わんないの？何が？ヨガじゃない。今あれが熱かったんだけど。なんだよ。なんだよ。なるほど。そうですね。疲れたのに、うん、飲めちゃうね。飲めちゃうね。いや、これコロンといくよ、今日は。ね、今日はお疲れ様です。美味しいアボカドとご飯ですよ。今日は、いいんだわ。いいっしょ。前菜にこれは。これはね、超簡単だし。確かに。切るだけだ。切るだけです。なんなら、なんなら種取ってそこに佃煮入れてね、スプーンで食べる。うん、それだ。じゃあマグロ切っていこう。いい。さっきまでスッポンポンだったのに、なんでそんなシルクのドレスを着させたんですか？うん、あ、これね、ドリップが出るからさ、マグロは。うんうんうん。だからそれを取る作業をしてる。リードで。そう、水っぽくなっちゃう。そう、リードじゃない、ダメなの。あのクッキングペーパーとリード結構似てるからさ、うん、クッキングペーパーでやっちゃうガチなんだけど、うん、あれだと身にくっついちゃうよね、水分取りすぎて。リードぐらいがいい。そう、リードがこう中から水分を取ってくるやつだから。中からがいい。なんか詳しいっすね。そうなんですよ。めちゃくちゃ詳しくない？ねえ、職業なんすか？インスタグラマーだよ。50年ぐらいやれば下打ちしてる、下打ちしてる、下打ちしてる。50年ぐらいやれば板についてくるから。その頃新しいやつあるでしょ。さすがに、さすがに新しいやつあるでしょ。確かに有名人だよって言う。ずっと使えるやつ。ちょっと有名人だよ。50年経ってちょっと有名人になる。そんぐらいでいたいね。そう、 うわ、はいはいはい、すげえ。もう包丁を持ってるみっちゃんが右に出るものがいないぐらいかっこいいですね。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。左右についてるのはたまたまです。すげー、本物だ。本物だ。うめえ、うめえ。よし、じゃあこれあのせっかくアジに妻があるから、うん、このまま行こうか。あ、妻を利用してきた。うん、わお。アジの美味しい食べ方はあるんですか。アジはね、俺あのアジの素洗いって言ってさ、うんうんうん、刺身なんだけど薄く塩して、うん、でお酢で洗う、うん、やり方が。そしたらめちゃくちゃ味うまいんだよね。こういうお刺身を。そう、もうあの仕込みの段階でおろして、うん、塩当てて、で酢で洗う。こういう刺身買ってきた時はそういう洗ってもできる。ああ、まあ全然近いものはできるから、例えばこれをバーッとちょっと酢で洗って、はいはいはい、洗ってすぐ揚げるんだけど。洗うって言ってもしゃぶみたいな。そう、まあ例えばこれだったら白カフとかに入れてさ、うん、で酢バーッとやってシャッシャッシャッとやってもう終わり。ものの数秒で、うん、夏場は氷入れたりもするんだけど、うん、まあ、もしこう切れてたら氷入れない方がいいから、はい、この皿を利用していくわけですね。そうそうそう、今気づいたの。SDGs ですねこれが噂の。 SDGs ですね、これは。 SDGs よ。でしょ。上手いですね。上手い。アーボンニュートラルですね。ニュートラルなの。知らん。アーボンニュートラル知らん。これで食べていきましょう。はい、えいよー。それじゃあ食べましょう。おい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 、すげー、半額だからね。ね、立体的というかすごいね。ビビンよ。ビンビンですね。ちょい終わりました。終わったね。終わったね。早いなー。まだ絞り出そう。絞り出そう。あ、出る。まだ出るよ。出る。早いよ。出る。あー、出た。いっぱい出た。やめろ。それでは、いただきます。あ、そうか。生かしてもらおうとしてます。そうだね。でも本当に腹部分に近いような色してるね。うん、本マグロですからね、うん、赤身もやっぱ多少脂乗ってる。あ、そういうもんなんだ。うん、まっ。これ半額のね。うん、まっ。これうまいわ。このマグロうまいね、うん、ね、さっきまでね、ビッタリだったよね。下のシートがね、ほんと半身浴した。半身浴したしかもちょっと言っていい、うん、このアジさ、静岡でもアジ有名じゃん、うんうん、だから、あ、やっぱ静岡来たらアジ食いてえよなと思って、うん、で、半額だったし、うん、買ったんだけど、さっきラベル見たら、見えよった。アジはね、美味しいよね。いいもんですよ。よーす。うん、うん、醤油の甘みが引き立ったのか。、ね、醤油うまいんだよ。うん、醤油美味しいね。うん、東丸のかき出し醤油。美味しいね。美味しいのよ。カキ食いたいな。カキ食いたいね。カキ、うん、あるよ。あ、以上。あんかい。一生といただきます。よろしくお願いします。カキあるの。あるよ。うーわ、今日は生だと思う。生だ。最高だ。大好き。じゃあちょっとね、カニを溶かしてる間に、うん、こちらカキちゃんを食べていきましょう。うわー、磯のカキ、はい、今日は兵庫県だ、うん、兵庫県のカキでちょっと小粒なんだけど、うん、小粒でさっぱり系のカキだね。生で食べていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。ただあの3つだけちょっと昨日蒸したやつが入ってるから、うん、もう生との蒸しがなしのよね。え、む、食えるんだよね。あ、食える食える、全然食える。あ、いやいや、ミスタードーナツだよ。そういうこと。ルシーに入ってるね。じゃあ開けていきます。はい、お願いします。かきナイフ。そう、これ貝焼け。貝焼け、うん、有明貝。有明貝、貝焼けで、貝焼けもいろいろ種類あるんだけど、ね、それはどこのやつなんですか。
これはどこだろうね。アマゾンで買ったからな。買い上げで検索せよ。出てくる。あ、長いやつもあるんだけどね、これ。7メーター。いや、8メーター。ピヤー。結構長いんだね。そうそう。ピンチは何メーター？これは3センチ。3センチ。持った。ちょっと持ったね。持ってる？3センチで。今朝は調子良かったんだけどね。今朝の話また。今朝すごかったもんね。今朝すごい良かったね。で、どうですか調子は？バチッ。それいいよ。コンプライ引っかかるから。あみちゃんもコンプライアンス検証受けたの？受けてないけど。うん、常識？常識。なんだかうちらが非常識みたいじゃないの？なんだよ。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 やってやるよ。俺かい。遠いんだよ。なんだよ。こっちだってコンプライアンス研修受けて、真面目に活動してんだよ。そうです。知ってるよそれは。でも怒られるんだろ。怒られたこと一回もないってさ。ないんだって。ねえ、まだない、まだない、ね、虫だったの、うん、じゃあとりあえずこれでつなぎましょう。ういえすげえ、これすごくない？雪持ってきた。さっきまでいた新潟の新潟の津南町の雪、新潟行く、このためにもうこのために、うわ、こんなに花咲かせたことある？大変よくできましたね。しか見たことないですよ。確かに確かに。今回は何で来るんですか？今回はちょっといろいろ食べ方あると思うんだけど、まあ、シンプルにポン酢もいけるし、はい、あと俺のおすすめは塩ライム。塩ライムで、あとはタバスコ。うーん、塩。タバスコってあれらしいよ、生牡蠣を食べるために入ってきたらしいよ日本。そうなんだ。そう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 。ねえ、なんだ、アントニオ猪木が輸入したんだよね、うん、あ、そうなの。日本に持ってきた男です。あ、じゃあそれだわ。すごー、6個あるから、ね、俺とヤマトで3つずつ食べてる。あ、ちょうど食べ方ね、うん、いい、冒険できる、いろいろ。俺も食べさせ。あ、虫のやつがある。虫のやつがある。虫のやつじゃないやろ。あれはあれで食えるんだよ。いいから食べるぞ、はい、タバスコ塩試してみる。行ってみましょう。行ってみましょう。タバスコで牡蠣食うの初めてよね。初めて。もう 2滴でいいんだ、タバスコは。ね、好みだけどね。俺は3滴ぐらいかければ、うん、とりあえず2滴の方がいいでしょ、うん、で、ヘラの塩ですね。行きましょう。いただきます。おー、すみません、調理するか。うわ、いただきます。なるほど、うまい、うん、うまいね、うん、あ、でも牡蠣の旨味が、あ、うまいね、完璧だけど、ね、すごいね、うん、相性いいよね、うん、もう牡蠣の香りが、うまい、うまい、これみんな飲んだわ、うめっ、うわ、じゃあともう一個ずつはライム塩いく。ライム塩でお願いします。俺のおすすめライム塩でいきましょう。ライム塩、みっちゃんの塩たつぷり。おお、ビール泥棒いた。よいしょー、ビール泥棒。こっちから入れればそうになってくる。あ、プロは、うん、バスじゃん、バスじゃん。いっぱい絞るか、いっぱい絞るか。あ、いいね、いいね、いいね。いっぱい聞いてる、いっぱい喋れる。ノバ、ノバ、ノバ。いただきます。ジオライムじゃなくてライムジオ、ね、そう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 、ジオライムじゃライムジオ。乗せて食べたら美味しいから。あ、イクラ乗せるやつ。
僕知ってますよ。知ってる？おろしとこうか。おろすんちゃうん？おろすのもいいんだけど、こっちはね、食べやすい。おう。え？想像したの全然違うね。はい。これで。ん？ん？これは多分いくらおろしではないぞ。何ですかね。いくらおろしではないね。短冊切り？そうだね。クラッカー的な感じで。ああ。おお。マジシャンじゃん。やったりや。トランプのあれだった。ねえ。トランプのあれよ。それはそういう料理がある。これねからすみでやるの。へえ、はい、大根でからすみ挟んで食べるの。はい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 、はい、からすみだともっと薄いんだけどね。多分あれ塩っ気が多分強いから、うん、からすみのやつの倍ぐらいの太さにしてるけど。へえ、これいくらがもうちょっとで多分溶けるから、うん、そしたらこれつけてみましょう。いや、そろそろカニがね、おい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 、いい感じだと思うんで、はい、カニ食べていきましょう。あ、そう。じゃあカニちょっと食べやすいのにばらしましょうかね。お願いします。ボイルガニだからそのまま食べれるんだって。うん、一旦その食べるのと、はい、あとちょっと熱々のやつもやらせてもらおうかなと、うん、もちょります。おお、もうここは、うん、外して、はい、割る。うーん、はい、食べやすい、はい、あ、へえ、見たことあるぞそこの部位。あうーん、すげえ。カニもその板前時代こういうのやってた。あ、これやってたね。へえ。これ板前の時を焼いてたね、これを。はい、ここまで切ってから。そうそう。おばすじゃん。おばすじゃん。ここはね、入り組んでるんですよ。うんうん。殻が。はいはい。半分にしてちょっとあの箸とかでね、つまみながら、こそぎながら。おお、うん、ではですね、うわ、プリプリじゃん。プリプリですね。プリプリプリンセスじゃん。ダイヤモンドだね、ゴールデンボールがいた。これで、じゃあこれはこれで食べましょう。はい、じゃあとりあえずね、このままでも食べれるところなんで、はい、このまま一旦いただきましょう。おいしそう。タラバガニなんて贅沢よね。ね、わあ、昼間くありがとうございます。いただきます。できます。すげえ、すげえな。カニなんてかなりね、プリプリね。あ、すげえ。いただきます。うん、うん、うん、うまっ。うん、うまっ。うん、うまっ。凝縮されたな。うえ、やばくない？うまっ。うまい、やばい。これがカニか。これはうまいわ。うん、うん、めっちゃうまじゃん。ビリビリだ、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 ビリだ。最高でしょ。最高だよね、これ。家に欲しいよ。リパブリューさんとウエストコートピルスさん、うん、入ってますね。じゃんじゃん、ありがとうございます。いいね、マフルフリー。はい、ありがとうございます。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 逆で。あー、うまっ。おー、いいんですか、ほんとよ。うん、うまい。煮バーガーなんてめちゃくちゃいいね。煮バーガー、鮮度がいい時に冷凍しないと煮バーガーが良くないからさ。あ、くっついたんだ。そう。うわ、うえ、やばい、やばい。うわ、腕やん。いただきます。腕です。腕、腕やん。あ、腕か。うまい。うまい。清水オプション入れた。ほっぺたに上品だから先生負債入ってます。うまっ。ピーうまい、うまい。ちょっと冷たいからさ、うん、
ね、あのレンジでチンとかするところだったんだけど、うん、冷たいからちょっと俺の次まだあるからさ足が、はい、熱々の鉄板もせっかくあるし、うん、これを使ってちょっと違う味のカニ食べてみましょう。しないように頭をみんな振ると面白い。いつものやつだ、ね、いつものただのいつもの、ね、確かに。じゃあ焼いていきましょう。お願いします。ネギ、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 ネギの香りをカニにつけるって言うんですよね。ここにこうカニを置いていくわけですよ。すげえ。もういい香りするね、いいよね。すげえ。宅飲みですよ、山本さん。宅飲みのレベルが。えぐい。まずにはミッチンがいるから。いつもありがとうございます。すげえ。これは何ていう料理になるんですか。今ね、カニの香り焼きって呼んでるから。香り焼き。すげえ。おお、すげえ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 。おい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 。おっぱいじゃん。おっぱいじゃん。おっぱい。うらうら。おっぱいじゃん。中で今あのカニが暖かくなってるんで、はい、しばしこれでちょっと温めます。はい。よろしくお願いします。そろそろ。いい感じになってきたな、仕上げとさせていただきます。よし、エッセですね。ここに、はい、日本酒。うわー、甘さ、甘さ、すげー。ぜひ作ですね。ぜひ作です。これをね、かけることで、あのカニの身がふわっとする。バター醤油で食べていきましょう。キャンプに行くと増えがちなの。切れてるバター。切れてるバター。出ました。ここに。よいしょ。おーおーおー。うまそう。このフライパン可愛くない？可愛い。これどこのやつだ？これ今あの開発中のご縁の。あ、新商品だ。新商品でございます。ソースパン。ステーキとかさ、うん、なんつうの。ソースか醤油とかねかけたりするけど、うん、こう別で作るとさ つけて食べれるじゃん、うん、絶対そっちの方がうまいじゃん、はいはいはい、もうエンターテインメント性があるから楽しいですよね。楽しい、うん、ソースを作る用のフライパン、うん、へえ、すげえ。バターにお醤油ですよ。うわ、バター醤油ですよ。いい感じ、いっぱい出た、いっぱい出たね。これをつけてね、はい、食べましょう。うまそう、やべえ。すげえ、料理人みたいだね。うん、あの人、何ですかね。何なんですかね。うん、何が、何なんですか。え、職業は。職業、インスタグラマーだよ。よし、やっていこう。いいですね、香りが。汚くないぞ。うわ、抜いてもらって、はい、だいぶ熱々なんで、うん、でこれにつけて食べましょう。手売りです。うわ、すげー。あ、ちょ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 、うわ、すっごい、ここからこっからもらった。おー、うん、
超うまいね。醤油の香りもちょうどいいんだよな。うん、はい、いただきます。おいおいおい、突き打ち物。突き打ち物ですよ。ストップって言ってね。はい。ザ・イグロードワークさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。おじさん。おい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 、うまみ出してるね。ファーストラブなんで。You and I。ね、うまいな。ラマさんうまいよね。めちゃくちゃスッキリしてんじゃん。うん、まえぐ、やばいね、超うまい。うん、出る出る出る、出た出た、サガー、僕らのマネージャーサガー、縁の人の力持ち、ありがとうございます。いやね、めちゃくちゃ、うん、最高。いや、これはもう昨日の感謝ですね、本当にね。そうなんだ、きっとここから愛なんだ。あー、うまっ。愛か、愛ですね。愛ですよ、全ては愛になる。愛になる、愛とご縁。ありがとうございます。ブラボー、ありがとうございます。ブラボー、ありがとうございます。じゃあ最後となりますが、これでしっぽり飲んでいこう。大根すじこ、信じないよ。大根の上にすじこを乗せて食べる、うーん、感じでやっていきましょう。ビッツパーティー並んでる。ディアゴンパーティーですね。ディアゴンパーティー、ディアゴンパーティー、行ってみましょう、行ってみましょう。やってみましょう。大根の上にイクラを乗せて、大きいな、これ大きいぞ、大きいの受けて、うわ、これリッツカールトンじゃん。挟んじゃうか。あ、カラスミのあれみたいに。そう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 。大丈夫、いっちゃっていい？はい、じゃ最初いっちゃっていい？はい、お願いします。いっちゃっていい？いただきます。違うね、めちゃくちゃうまいんだけど、これ本当に騙されませんよ。めちゃくちゃうまいよ。いや、俺もなんかしょっぺんじゃねえかなと思うんだよ、これ。うん、いやいやいや、これはうまいわ。二段重ねが正解だった。一段でもいけるね。そんなに思ってるよりも強くない。あ、じゃあこれでいかせていただきます。うん、うまっ。ひまふふ、ありがとう、いただきます。クリスタル大根、よし、来て。食感がすごくいいし、ゴリゴリしてね。あとフレッシュなんです。そう、うん、もっと辛いかと思ったけど、そう、これの塩分がめちゃくちゃちょうどいい。今日もいい。俺も入れてる。入れてる。いや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 、入れてる。ちょっと待って、ちょっと待って。イクラも、俺イクラも美味しいんだけど、うん、塩辛。塩辛。塩辛うまいから。塩辛をこれで。そう。大根の上に塩辛乗っけて、うん、食べてみて。ミャーから男のリッツパーティーですね。しかも今日は王様の塩辛です。ラベルメルラジュー
しかもこれこの色を見ると醤油漬けしてるね、一回俺が、じゃあちょっとファンで見ちゃっていただきます。いただきます。一人合わせ、一人合わせてみなよ。緊張するな。一人合わせてみなよ。出ました。いや、めっちゃうまい。めっちゃうまい。うん。キャビッ、キャビッ。あ、うめうめ。うん。いや美味しかったね。雪でめちゃくちゃ体力使って、うん、めちゃくちゃ眠いじゃないですか今。だって5時間半運転してる、うん、ですげえ美味しいご飯食べさせてもらってね、目が覚めてまた眠くなってます、うん、なんて今お酒ちょっと行き過ぎちゃった。行き過ぎちゃった、うん、いい感じよ。そうだね、いい感じよ。なんだか分かんないけど、おい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 、めんどくさい先輩来た。めんどくさい先輩来た。めんどくさい先輩来た。とりあえずね、うん、必ず地元に一人はいる。めんどくさい先輩来た。普段そんなんじゃないですよ。俺のついだ酒飲めねえのか先輩来たよ。普段そんなじゃないですよ。今この瞬間のこの幸福感は、ひぬま夫婦がカニとイクラをくれたからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この幸福感に、うん、キャバイ。帰ってきたな今。オープニング始まっちゃったか。帰ってきたね今。シャロナとなるありがとう。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 よいしょ。なんだよ。なんだよ。なんだよ。